ナ・リーグ・ドジャース3・2ジャイアンツ、2024年7月22日、ロサンゼルス。大学時代に投手と内野手の二刀流として活躍したドジャースのリバー・ライアン投手、25が22日、日本時間23日、本拠でのジャイアンツ戦で初先発、初登板。5回3分の1を4安打1失点、2奪三振と好投し、 勝ち負けこそつかなかったがチームを今季6度目の4連勝に導いたライアンはノースカロライナ大ペンブローク校から2021年ドラフト11巡目でパドレス入り投手としての評価が高かったが入団時は野手を希望していた2022年にドジャースにトレード移籍すると今季はルーキーリーグ 1A3A で登板 3A では今季5試合に登板して0勝0敗、防御率2.76と未勝利だった。初回は1、2塁のピンチを招いたが、3番ラモス、4番ベイリーを抑えて無失点スタート。4回は2、2、3塁から支球を与えた球を保守スミスが保逸し、先制点を許した。それでもその裏の攻撃で T ・ヘルナンデスが2戦連発とする21号ソロを放って同点。